どうも、私でございます。ヨメランドです。はあ、朝、本当に起き抜けで大変な状態なんですけれども、今日はシルバーウィーク3連休ということで、子供たちの朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん、全部3食作らなくちゃいけなくて、夏休みが戻ってきたんか急にみたいな感じになってるんですけれども、まあとりあえず子供たちが待ってますので、まずは朝ごはんを作っていきたいと思います。そんな動画をお届けいたします。はい、本当に汚いチャンネル登録よろしくやっといて。はい、それではまず卵焼きを焼いていきたいと思います。なんかネイランドさんがあんまり甘くない卵焼きの方が好きで、白だしベースの卵焼きを我が家は作ってます。で、案外卵焼きだったらベビさんも手づかみで食べてくれるので、バイキンマンの言い方があんな、なんか英語風なんだろう。
反省、このままちょっと放置。友達に、西川さんの食パンをいただきましたので、こちらふわふわなので、今日はベビさんも朝ごはんはパンを自分で手づかみで食べられますので、こちらを切っていきたいと思います。美味しいよね、西川さんのパン。フジワランドの撮影で食べ比べみたいなのしたよね、パパ。あれどっちが結局美味しいってなったんだっけ。西川さん、野上さん、え、違った。ああ確かに。ベビさん用は薄くていいか。あらららら、あ、何か不穏な空気がどうしたんでございましょうか。工場遊びしてた？うん。あら、咳してるわ。お姉ちゃんもこのふわふわ感がいいということなので。なのに、え、あの 3種類ぐらいあるやつ選んで、え、すごくないパパ。え、天才なのかなうちの子もできますって来そうだ。あ、これね、お出汁で煮た人参です。これベビさん好きなので、ちょっとお出汁を取って、はい、朝ごはん完成。ではお食べだね、うん、いただきます。はーい、卵焼き好きだね。100個食べれるどうですか。おいしい。あ、よかった。じゃベビちゃんにもあげよう。あ、これスプーンね。はいはい、ベビちゃん。はい、ベビーちゃん、おはよう。あ、パパ、うん、さ、はい、どうぞ。いただきますわ。いただきますわ。はい、どうぞ。一緒ね。うん、一緒。ブロッコリーはちょっとモサモサしてるから、この、あの、茹でたブロッコリーもっと柔らかくしたら食べるかもしれないけど、ブロッコリー出していない。美味しいよね。あっち、あっち、よかったよかったよかった。うまい。うん、うん、大丈夫ですか。じゃあ、あっち、あ、お茶茶、はい、こういうお出汁のやつが好きね、そうだよね。甘いやつあんまり好きだね。あ、甘い卵焼きお蕎麦屋さんにあるだし巻き卵、私は好きなんだけど、お姉ちゃん食べないね。ばっかか、手づかみで食べてくれるやつを出すと自分で食べてくれるから楽だわ。まあでもボロボロこぼれてて握ったりとかするから、まあ片付けはめんどくさいけど、どうなんだろうね。だから食べさせて綺麗だけど、食べさせる手間、自分で食べてくれる楽さはあるけど、ぐしゃぐしゃにする手間みたいな。もう食べてる卵焼き
あ、おお早い。やばい。どの道まあ手間はあるっていう。ねえパパ。自分で食べてくれる楽さはあるけど、ボロボロこぼれてたり握ったりとかする片付けの面倒くさと、そうだよ、ね、ご飯を食べさせる面倒くささでも、あとは綺麗みたいな。どっちの面倒くささ取るかみたいな。そういうことだよね。ちょっと嫌だね。え、そんなんつけて美味しい？やっぱ。あ、ヨーグルトサンドとかあるか。美味しい？美味しい。どうですか西川さんのパン。美味しい。美味しいよね。お友達のママが持ってきてくれた。ママそれさ忘れててまたパン買っちゃってバカみたい。え、またパン買っちゃってバカみたいな癖だね、うん、あそこ行ったらパン買うっていうね。えち、うん、ベビーさんも卵かけ好きなんだね、まあ、あ、なんでぶん投げんのよ。バカババッケンマン、バッケンマン、おおおお、どうした、おどうした。あーむしてください。あーむ、あんまんましてください。うん、ちょっと目がむくんでるね。そうね。あとさ、口の横赤いの、なんか。うん、出てた？あ、ないね。むくんでるね。おいしい？あ、ほんと？うん、言うてる。うつってんだよ、ベビーちゃん。お目目むくんでるね。ベビーちゃん。ママ、こっちですけど、ママ。おいしい？うん。飲んでないほとんど。食べてるか、前歯でちゃんとやってるか。うん、バイキンマン。あ。二次元ポケットでもあんの、ここに入れないで。ねえ、入れないで。うん、食べて食べて。でも今日マッシュの比較的綺麗に食べてる。うん、あの比較的綺麗に食べられるものしか出してない。うん。ハンバーグとか出すと本当なんか。こねて固めて焼いてんのにまたこねるからね、食べるときに。このパンすっごい食べる。一歳児をお持ちのお母さんたち、西川さんの食パンめちゃめちゃ食べますよ。おすすめです。パン食べなかったのにこれ食べるのに。だから最近ホットケーキ焼いてたじゃん、うん、バナナとか野菜とか入れて、これ食べる。うん、うん、嬉しい。耳も食べるよ。うん、バイキンマン。うん、バイキンマンってどういうこと？ママの次、バイキンマンが便利ワードになってる、もしかして。じゃあ次、パパじゃないの？パパじゃない。なあ。パパはね。ママの次によ覚えた言葉、バイキンマン。うん、まあ、パパも言うけどね、お風呂さ入るときにさ、あのお風呂の前で脱がしてるじゃん服、うん、その時にパッパッって言ってるよ、なんかウィスパーボイスで。そうそう、ウィスパーでしか言えへんよね。名前さ、うん、さ、うん、あのベイさんがさ、うん、パパバイキンマン、そうパッパバイキンマンって言ってたね。つなげんだよ。あ、人参どうですか。あら、あ、冷たい、もしや冷蔵庫入れてたから。こうやって、ちょっと温めた方がよかったの。大丈夫でしょ、うん、うん、大きい、もしや、なんかジャムみたい。ほんとだ、ヨーグルトジャムだね、ブルーベリーヨーグルトジャム。食ってんのかな、どうだろう。あ、食べてる。で、あ、出してる。なんでや、昨日いっぱい食べたのに。昨日も食べたやつかと思ってる、もしかして。大きい、好きじゃん。あ、食べた。大きい、もしかして。
凍ったって凍ってる冷たいってこと凍ったって言ってるごめん、うん、美味しいパン美味しい人あかわちいかわちいね。いや我が子だからこうやってさ朝ごはんゆっくり食べてるところも見てられるけど別にもうみんないいでしょ。見てられんじゃないの本当に、うん、そうかな。まだまだえらい時間かかるよこれ。だって一個かじってはまた別の新しいやついってるから一緒にパン食べてくれる人いるんじゃない。あ、一緒にパン食べませんかって。西川のパン一緒に食べませんか。かわち。西川さんのパンの CM いつでもやりましょう。ママ。ねねのことママって言ってます。ママ。ねねのことママって言ってます。人参全然食べないじゃん。何よ。冷たいやっぱり。大きいか。大きい。ねえのはちょっと冷たいだけだけど。せーの。ベベ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 。大丈夫。さあというわけで今日は。なんかあまりお天気良くなさそうだね、うん、なんかするみんなで。今日お休みだしパパもいるからなんかお天気あんまり良くなさそうだけどなんかやること決めて動画回せそうだったらまた回します。それではベビさんがご飯を食べているところを見ながらお別れにいたしたいと思います。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。あ、指食べないでくださいよ。あ、指の間にパンが挟まってる。それも食べよ。バイバーイ。すごいバイバイのタイミング分かってる。え、賢すぎないね。うん。うん。うんだって。ね、賢すぎない？賢すぎるね。あ、じゃあお姉ちゃんも賢い。賢いお姉ちゃんも。さようなら。